閉店間際の時間やったけど、どうにか部品ちょっと。それにしてもあいつうちのもんなんか見て何言ってる。まあせやけど、しゃあない、複雑な事情があんのや。ほんま大変やなあいつ。よかった、返さなくてもいいですなんて言ったけど、またってこの本性転換だよ弥生ちゃんは。 BL 界の巨匠五大院堂がまだ同時、今では入手するのが極めて困難な。ちょ、お前なんだよと。 BL の話となれば黙っ。それにしても、あの伝説の薄い本、性転換だよ弥生ちゃん。あ、もしかして知らない？性転換だよ弥生ちゃん。知ってるわけね。よし、わかった、説明しよう。性転換だよ弥生。弥生ちゃんはボーイズラブがだ、いつか男の子になって男の子たちとあんなことやこんなことをしてみたいという変則。そこで弥生ちゃんは、あーもうわかった。とにかく、あ、さっきの電話で五大院ど、それを井戸が途中で遮ったため。うん、そういうこと。まあ叫ん、どうぞ。なんだよそれ。たく、うるさいな。誰？はあ、ひふうへほう、俺様、ハイキンマン。ミカタンか。ねえ、開けてよ。要件は？ジャッパ汁をね、大量に作っちゃったと。何？ジャッパ汁って。津軽の郷土料理。タラとか野菜とかを味噌で煮込んで、みんなで美味しいね、美味しいねって言いながら、ハフハフして食べる鍋のこと。いらない。鳴ってない。鳴ったよ、ここまで聞こえてきたもん。ほらね。わかった、それじゃあ開けるけど、鍋置いたらすぐに出てってよ。よいよい。ちょっとこの中に隠れてすぐに出してあげるから、ごめんね。出身の子がいてね、それで津軽弁が映っちゃって。このジャッパ汁もそう、作り方その子に教えてもらった。どうでもいいけど帰ってくれない？鍋置いたらすぐに出ていくって約束したでしょ。でも一緒に食べた方が美味しいよ。一人が好きなの。そっか、それじゃあしょうがないけど。いや、私が泣いた。ね、あのよくわからない、何なのそれ。発作みたいなもの。熱い湯気を吸い込むと今みたいな声が出ちゃうの。多分その鍋のせいだと思う。その糸。何が？悩み事とかあったりするんじゃないかと。別に。ちゃんと表に出てる？寒いからって部屋の中に閉じこもってばかりいると、おかしくなっちゃうよ。頭とか心とか精神的なやつとか。心配してくれるのはありがたいけど、私はいたって普通だから。普通じゃない、全然普通じゃないよいた。大丈夫だって、ちゃんと外。そうは見えないけど、だって髪の毛なんてぼわ。女の子なんだから身だしなみには気をつけない。余計なお世話だっつうの。え、なんでもない。そうだ、髪溶かしてあげるよ。ブラシはっと、あった。あ、それは。ん、針金みたいな髪が絡まって。糸ちゃんって見かけによらず剛毛なんだね。失礼じゃない？あ、ごめん、そういうつもりじゃ。
け？そうだけど。なんで床の上に？食べてたから。ヒートちゃん。まあね、そんな食べ方おかしいよ。どこが？どこがって生のままだしさ。お刺身だってお寿司だって生のままだ。そうだけど、せめてお醤油ぐらいはつけた方が。うるさいな、人がどんな食べ方しようと。それじゃあ、あれは何？柱が傷だらけになってるけど。あれは、あれは背中をかいた後。背中かいたぐらいであんな風になる？私の背中は人よりも硬いの。それでトゲトゲみたいな突起物、ステゴザウルスみたいなひし形の。それってちょっと。いいからほっといてよ。イートちゃん、まさか狐付き？ラブラ、除霊の準備や。だから除霊なんてできない。違うの、二人とも聞いて。イートちゃんはね、イートちゃんはただ背中にステゴザウルスに。それってアッパーや。狐付きの方が。ああ、そういえばさっきも言うて体が痒いから。まさか背中。でもそのことと生鮭にかぶりついてることとは。ブラッシングしとるのも意味不明。きっと糸ちゃんだから無性に生鮭が食べたくなって。それってマス。ねえ、メーカイモン、何か生物。そんなんあるか。ああ、生鮭おいしい。イクラがいっぱい詰まってた。トゲトゲのところが超。なんてね。なんてね。いや、ないわ。なんやねん、その茶色い毛むくじゃらの生き。クマよね、どっからどう。違う、この子は弟の無比引きを。最近やっとククの八の段が言えるようになったの。さあ無比、パパとママのところに。しょうもない嘘つくなよ。言うたやろ、このコライタンはペット禁止やて。でもラブラさんはカメ飼ってるよね。私が大嫌いなあのカメを。カメはええねん、泣いたり騒いだりはせえへんし、室内を傷つけることもないからな。入居者を女性のみに限定しとるのもそのせいや。男は泣いたり騒いだり室内をめちゃくちゃにしたりするやろ。言うまでもなくクマなんてもってのほか。そういえばメイカは毛の生えた動物が苦手だったよね。苦手とか煮豆とかそんなことは関係ないねん。うちはただここを守りたいだけなんや。亡くなったおじいが残してくれたこの古来館をな。でもどうしてこんなところに子グマが。拾ったの、雨の日に段ボール箱の中で泣いてるのを見つけて。それでかわいそうだから連れて帰ってきたってわけね。最初は拾う気なんてなかったの。だけどたまたま持ってた鮭缶をあげたらついてきちゃって。いつのこと？1ヶ月ぐらい前かな。よく隠し通してこれたわね。基本的に今は冬ごもりの時期だから一日中ほとんど寝たから、よっぽどのことがない限り。ただ私と一緒に暮らしてるからどうしても完全な冬ごもりってわけにはいかなくて。なるほど、事情はわかった。ほんまに捨てられとったんなら同情はするわ。かわいそうな話やと。せやけどな、ナルギノもラブラもここにおるんはクマや。わかるか、クマ。 KUMA、 クマ。英語で言うとベア。子グマとは言うても危険な動物であることに。か、動物愛護管理法で言うところの特定動物ってやっちゃう。この特定動物を飼うには都道府県の知事の許可、ところでいいと。
ちゃんとその許可はもらっとんのやろな。せやろな。ほなしゃあない。悪いけど保健所に通報させてもらうで。待ってよ。ドキ。なんや、やんのかこら。もしも通報なんてしたら、私この古来館に火つけて。なんやと。やれるもんならやってみよ。無比は絶対に離さない。絶対に、絶対に。私にはこの子しかいない。この子だけなの。私のこと。ねえメイコ、なんとか。はあ、ちょっとぐらいならいいでしょ。ここにいさせてあげて。こんなに言ってるのに引き離すのはかわいそうだよ。何言うてんねんナルギノ。私からもお願いするわ。ラブラまで。別にいいじゃない、クマの。ええことあるか。ずっとって言ってるわけじゃないの。メイカが言った通り、クマは危険な動物だ。でもね、だからこそ不自然だと思わない？そんな危険な動物の子供がダンボールに入れられて捨てられてたの。確かに、マスコミなんだか陰謀の匂いが。というわけで、いろいろこの子を叱るべき場所に引き渡すのは、とにかく何かあったら私が。だからお願い。ね、わかった。ナルギノがそこまで言うんやったら。せやけど期限は決めさせてもらうで。ジョヤの鐘や。この件についてはジョヤの鐘が鳴り終わるまでに必ず決着をつけること。そん時になっても何もわからんかったら容赦なく通報させてもらうさかい。ええな。よかったね。は？何が？だってその子と一緒にいられることになったんだよ。期限付きじゃ意味ないじゃん。年が明けたらもう終わり。無比はどっかに連れて行かれる。たく、なんて約束してくれたのよ。ちょっと、その言い方はないんじゃない。ミカタンはあなたとその子のことを。別に頼んだわけじゃないし。